ヨゼフです。京都大学入試レベルの A 作文の取り組み方について説明します。一般的な解説ではないので、私自身の受験体験を交えながら、詳しく解説します。では、始まり。はい、京都大学のですね、A 作文の入試問題について解説しています。今回は2007年度、第3問の括弧2ですね。最近久しぶりに旅行して実感したのですが、田舎の夜空には星が驚くほどたくさん見えます。科学的に考えれば、汚染がなく、空気が綺麗だからでしょうが、風景はそれを見る者の心を映すとよく言われます。雑事に追われて忙しいだけの生活から、しばしの逃避行を観光したあの時の私は、もしかしたら、珍しく無邪気な子供のように心が進んでいたのかもしれません。はい、という問題でした。はい、それではですね、英文に直す前に、和文和訳、ちょっとしたいと思います。できるだけ、後でですね、自分が英文に直すときに、簡単にできるような日本語に、元の問題文の内容を変えてしまう。で、いつも言ってますが、どうしても難しいと思ったら、まぁ、ちょっと変えてでもですね、雰囲気が伝わるような日本語を書くべきです。さて、元の問題文は、最近久しぶりに旅行して実感したのですが、はぁ、そうか。旅行して実感したのですが、と言って別にバットを思い浮かべてはダメですよね。で、困ったな。ということで、最近私は久しぶりに旅行しました、丸。で、そして、何々であることに気がつきました。実感する。実感ね。そんな単語は中学生は知らないから、中学生英語で乗り切るんだったら、いりません。実感したは気がついたにしましょう。田舎の夜空には星がたくさん見えます。どんなことに気がついたか。私は田舎では夜に空に星がたくさん見えることに気がついた。驚くほど、驚く？サプライジングリー？というような単語を思い浮かぶんですが、そんなのもう使わない。もうたくさんでいいじゃないですか。ということで。その次難しいんですよね。科学的に考えれば。科学的に考える。そんな決まり文句はあるのかなと、いろいろ考えるんですけど、これは科学者が、そういう風に説明するかもしれない。科学者だったらこういう風に説明するかもしれない。という風な表現で、科学的に考えればをなんとか、英訳したことにしたいんですね。で、どんなことを説明するのかっていうと、汚染がなく空気が綺麗だからでしょうが、そう、すごいでしょ。科学的に考える内容ね。汚染がなく空気が綺麗だから。で、科学者は、それは田舎では、大気汚染がなく空気が綺麗だからだと、説明するかもしれない。汚染というのはポリューションなんですけども、ここでは大気汚染のことですよね。だからエアポリューションを使わないと、ちょっと意味不明になると思います。ちょっとついでに言いますが、公害っていう言葉があるんですが、公害は英語で言うとエアポリューションのことですよ。公害というのはわけのわからない日本語訳で、もともとは大気汚染のことだったのです。まあそれはさておきまして、次ですね。風景がそれを見る者の心を映すとよく言われます。はい。見たいものを見るって感じなんですかね。まあ、よく言われるのところは伝文でもいいんですが、内容ですよね。しかし人は風景を見るとき、自分が見たいものを見るとよく言われる。見るものの心を映す。はい。心とか映すとか、絶対ダメですよ。倒れてしまいます。英文として破綻してしまう。ということで、自分が見たいものを見るということにしましょう。雑事に追われて忙しいだけの生活からしばしの逃避行を観光したあの時の私は。もう問題作ってる人何考えてるのかと思うんですけど、雑事に追われて忙しいだけの生活からしばしの逃避行を観光した。はい。まあ、あの時はそのまま使いたいんです。あの時。At that time ですよね。その時の方が客観的な表現として日本語ではいいと思うんですが、この人なんか懐かしがってね、文章書いてありますから、元の日本文ですよ。あの時になってるだけで。どっちにしたって英語だったら At that time で。At that time があの時とその時と両方出ちゃうんですね。だからまあ、あまり気にせずあの時にしておきましょう。で、雑事に追われて忙しいだけの生活からしばしの逃避行。逃避行？そんな英語、中学生知ってるはずないじゃないですか。雑事に追われて。まあね。雑事に追われるってことは忙しいと思わないだと思うんですけど。ということで私はもうそこはすっきり。普段の忙しい生活から遠く離れて、逃避行を逃れてきた。もう遠く離れてにしました。でも比喩的な表現になっちゃってますけどね。最後、もしかしたら、珍しく無邪気な子供のように心が澄んでいたのかもしれません。子供と同じぐらい純粋であったのかもしれません。ということで、後半どうしてもうまくいきません。元の日本語あまりにもややこしい。そのまま単語レベルで訳してしまうと、意味不明の英文になってしまっていると思います。ところでですね、一つだけ気になる単語がありまして、念のために辞書で引いてみました。recently ですね。この中につい最近っていうのがありまして、まあ、冒頭のですね、最近っていう単語は recently にしたいんですが、語法がとても大切なんです。単語を辞書で引いてですね、意味はよくみんな見ると思うんですが、語法も見てくださいね。recently を使えるのは過去形。現在完了形、過去完了形なんです。で、私は過去形で書こうと思いますので、セーフですよね。最近って結構ややこしいんですよ。語法を必ず確認してくださいね。Recently はセーフでした。はい。さて、その英文ですが、Recently I traveled
for the first time in many years。 あの、英作文の決まり文句で5年ぶりにって言ったら for the first time in 5 years って言うんですね。で、久しぶりに、長年での間で初めて、だから5じゃなくて many years にすれば似たような表現になると思います。で、次が and I have found、 ね、ざっと言ったの内容に気がつきました。今もそう思っています。 I found that I can see a lot of stars in the sky at night in the country。これ元のね、日本語はもうちょっとスッキリした表現なんですが、英語ではね、一つ一つ区切って、in the sky, at night, in the country という意味しました。その次が、ね、元の日本語はですよ、科学的に考えればなんですけど、一応仮定法を使って、scientist might explain っていう風に、科学者だったらざっと以下のように説明するかもしれない、という表現を使って科学的に考えれば、ということにさせていただきます。scientist must explain that it is because there is no air pollution and the air is clean in the country。あの、エアはですね、空気座空中 S 気取った態度っていう覚え方がありまして、座がつくと空中という意味なんですが、ここでは田舎の空気という意味なので、the air という風に座をつけておきました。何のこと言ってるかわかりますか？ air をよかったら一度ぜひ弾いてくださいね。air の意味はたくさんあって使い方もややこしいんですが、で、覚え方、受験テクニックの覚え方として、空気座空中 S 気取った態度なんです。空気空中態度の3つはですね、何もつけない無関心、座をつける、airs と S をつけるの3つなんですけども、the air にしたら空中という意味は普通なんで、英文解釈だったらもう空中にするべきなんですが、今 air をそのまま使うってね、変なんですよ。田舎の話してますから、田舎の空気という特定の空気ということで、the air is clean とさせていただきました。最後は伝文で、but it is often said that people can see what they want to see。 これ元の日本文何でしたっけ？はい、それを見る者の心を映す。はい。それって見たいものに気がついてそれを見るって意味だと思うので、people can see what they want to see です。and often they see scenery。風景はもう仕方がないから scenery 使いました。中学生は知らない単語かもしれませんが。で、最後、at the time, I was away from my usual busy life。ね、元の日本語は何でしたっけ？雑事に追われて忙しいだけの生活。そんなややこしいこと書けません。いつもの忙しい生活。で、逃避行。もうそこから遠く離れているということで、逃げてきた感じちょっとしませんけどね。でも逃げる、run away っていう表現あるんですよ。だから I was away で、ちょっと逃げてきた感じ伝わらないかなと思って書いてみました。で、最後は、珍しくも無視してますけどね。無邪気な子供のように心が澄んでいたのかもしれません。過去のことについて言ってますから、might have been という、might have プラス過去分詞使ったんですけどね。and I might have been as pure as a child ということで、子供と同じように純粋という、まあ、pure を使えば、無邪気な子供のように心が澄んでいた。はい。無邪気なもんも全部無視してますけれども、英語としては成立してる。こっちもですね、よく言って6割、5割くらいですかね、実際のところ。とても難しい問題だったと思います。で、一つ一つの単語をですね、英語になんとか直そうと、頑張ってしまった受験生はこの年失敗してると思いますので、この程度で十分合格っていうのが私の、感想なんです。いかがでしょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録を、よろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。